ペットボトル乾燥用ホルダーを作る。飲み物のみならず、液体全般の持ち運びに便利なペットボトル。再利用する際には、中を洗って乾燥させる必要があります。市販品もありますが、なぜかボトルの中に棒状のものを突っ込む形が多く、なんとなく衛生的でない気がしていました。中に物を入れずに乾かせるタイプのホルダーを、100均にもあるワイヤーで作成します。ワイヤーとラジオペンチがあると良いでしょう。先端が切りっぱなしなのが嫌なので、小さく巻いて端の処理とします。気にならなければそのままで構いません。水切りカゴの縁にかけられるように、フックを作ります。カゴの高さに応じて長さを調節します。ペットボトルをセットしたとき、飲み口が下にぶつからない程度の位置で、ワイヤーを約90度折り曲げます。ペットボトル太さの半径より少し長い程度の位置に、ワイヤーで円を作ります。円の大きさは、ペットボトルの飲み口がスムーズに通るくらいです。半円型にしても良いのですが、動かした時に外れてしまう可能性があるので、全円にしています。全円だと多少揺れても落ちません。円ができたら左右対称になるようワイヤーを折り曲げ、フック部分まで作ったらワイヤーを切り、必要に応じて端の処理をして形を整えたら完成です。気持ち程度上向きの角度に調整しておくと、ペットボトル本体が壁側に傾きやすいので安定すると思います。水切りカゴなどに引っ掛け、円の部分にペットボトルの飲み口を差し込んで使います。フック部分をマグネットクリップで留めると、冷蔵庫などにつけて使うこともできます。